はい、お願いします。さあ、ということで久々にやってまいりました、群馬県前橋市にあるニスロのあるスロット専門店さん。何がどこにあるんだ、なんか前と全然違うな。超ガンツにするわ。初打ち、選んだ理由は角にあったからです。いきます。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西怪盗連のゆとりです。本日は群馬県前橋市にございますニスロのあるスロット専門店さんにてオレンジ。俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、ということで超ガンツ打っていきたいと思います。ということで回していきます。ドン。このお店は並び順だったんで正確な人数は分かんないんですけど、前今100人はいなかったな。おそらく50人から70人くらい俺の前にいたと思います。で、まあ空いてる中でこの角台にあった超ガンツをチョイスしました。正直話には全然聞いたことない。パチンコはね話題になったりしたけど、スロットは一切話題になってないね。だからといってね、クソ台と決まったわけじゃないから。だってみんな全然話題にしなかったけど、俺ゆるハーデス好きだし打たないと分からん。まあちょっと小冊子的なものは何もないんで、さすがにどういうシステムかくらいは調べておきます。俺ずっと超ガンツって言ったけど、この機種正式名称がパチスロガンツ極みザ・サバイバルゲームってなってるね。メーカーは F ですね。なるほど、初めて聞くな。さあ1000ポイント到達。これは聖夜のコスモポイント的な感じなのかな。今ちょっとまだね機種名しか調べられてないね。感じ取っていく。なんかいいんじゃないの。え、これ当たるよね。はいはいはい、やりました。え、めちゃめちゃ当たり早い。投資4000円108ゲーム。まあでもこっから何かしなきゃいけないんだろうね。よし、ちょっと先に調べるか。何もわからぬまま50枚ベッて吐き出されて終わる可能性もあるから。ああ、なるほど、わかったわ。とりあえずこの後ガンツボーナスってやつがあるらしい。で、そこのガンツボーナス中にポイントを貯めるとヌラリヒョン決戦ってやつに行けて、そのヌラリヒョン決戦を突破すると AT がもらえるっていう、そういう仕様らしい。ベル7回行く間にレア役とか引いていっぱいポイント貯めましょうっていう、そういうやつだね。まあ、一応青まで行ったけど無理だろうね。はあ、なるほど。で、この終了画面には絶対秘密がある。うん、デフォルト画面だわ。なるほどね。まあでもこれ終わると25ゲーム間ガンツボーナスの超広角になるらしい。その超広角の間にボーナス当てるとさっき貯めたヌラリヒョン決戦ポイント、あれが引き継がれるみたいだから、要はここで多分何回も引き戻してポイントを貯めてヌラリヒョン決戦に到達しましょうっていうことなんだと思うわ。あー、なるほど、これ外したら終わりですよってことか。いや、そうだよね。なるほどね。まあとりあえず大まかな流れは理解しましたわ。さあ行きましょう全長。まあこの1000ポイント貯まるのが周期ってことらしい。で、この周期はね、5周期で天井って書いてあったかな。でしかも5周期目だと AT が確定するっぽい。まあでもこれ当たりそうだね。ちなみにこれは3周期目。あとスルー天井もあって5スルーすると次回確定になるらしい。で、それらを全てひっくるめてクソ引き弱いことが起こると有利区間開始から AT 非当選1600ゲームで天井らしい。最初これ見た時恐ろしいなと思ったけど、まあ多分そっちはいかないだろうね。オッケー、253ゲーム、投資ぴったり1万円。はい。で、このベルの時に第一停止の下パネルがチャンスってなってるとチャンスベルってなっていいことが起こるらしい。このチャンスベル引くのうますぎるだろ。俺うますぎたけど黄色までしかいかなかったわ。まあ黄色じゃ無理なんだね。で、ここで引き戻しましょうと。なんかね、弱レア役でも結構チャンスっぽそうだったんだよな。ちょっと数字覚えてないけど、いや俺これはねもう、うん、当たってると思うわ。あ、さらにレア役も重ねていく。こんなの当たらんはずないでしょ。はい、はい、いやそうだよね。25ゲーム、討伐完了。よし、これでポイントも引き継いでるんでだいぶチャンスだと思いますよ。さあ緑まで来ましたけど、緑でいけるんだろうか。
うわ、いったわ。さあ、来ました、ヌラリー本決戦。ここを突破すれば AT 一応なんか期待度 50% って書いてあったわ。勝利で超ガンツボーナスほい。いや、鈴木さんじゃダメでしょ絶対に。そうだよね。おー、ナイスナイス、ヒット。あー、なんかこの下になんかあるわ、凍ってやすみたいな何かがある。え、これ全然ダメそうじゃない。うわー、ごめんなさい、舐めてたわ君のこと。やるやん、優勢ですけどね。この一撃で生き残れ、これ絶対赤いパターンあるじゃん、めちゃめちゃ青いもん。うわ、優勢なのに。うわ、終わったわ。うわ、終わってない、やったわオッケーオッケー、エチエチ。さあ、ということでやってやりました、完全勝利で。 AT はね、この超ガンツボーナスとガンツゲームみたいなやつをひたすら繰り返す AT みたい。これが10ゲームあって、でその後に15ゲームくらい AT があるみたいな。はい、ボーナス終了で、エクストラってこといいのかな。そういうわけではないのかな。まあ、とりあえずこっちにしようか、一応推奨されてるのがこっちっぽかったから。で、まあ、この AT 中ももうとりあえずチャンスベルをひたすら引きましょうみたいな、そういう感じっぽそうだわ。おっと、プッシュ押すの忘れたわ。エクストラ、これが転落率が5分の1から200分の1、200分の1引いたらマジで半端ねえよっていうことだと思う。で、この G ポイントっていうのは20ポイント貯まると、このエクストラのゲーム数上乗せ、エクストラ中にゲーム数上乗せがあると何がいいのって、要は転落しなくなるよっていう。あー、もう外れリプレイで転落のピンチになってると、ベル引き続ければ OK ってことか。で、純増5枚だからベルも結構来るし増えるしでいいね。あー、まずいね。いやー、終わっちゃった、プッシュ。はい、トータル219枚で、さらに切り替えられるっぽいわ、この女バージョンにするわ。はい、で、また AT が戻ったと。激アチって出たね今、激アチだぞ、レインボーに輝いてるもんな。よくできました、エチエチと激エチ。さあ、行きます、エクストラ。あ、で、ここのポイントも引き継ぐんだ、なるほどね。あー、残念、310枚と。さあ、行くぞ、レア役引かないといかないのかなと思ったけど、このチャンスベルがめちゃめちゃ仕事するんだね。おい、いきなりレインボーになるわ、ドン。いや、面白いね、行くぞ。おっと、コーナー演出は初めて。はい、レア役来たわ、ついに。ほいほい。さあ、これでゲーム数上乗せ、エクストラチャージ、連打でゲーム数上乗せ。びっくりした、5ゲームしかくんねえのかと思ったわ。いやー、なるほどね、まあこんくらいか。まあここでね、200ゲームとかくれたら話おかしくなっちゃうもんね。オッケーオッケー、とりあえずこれで10ゲーム転落の心配なしと。だー、終わってしまった。はい、471枚、激アチ、唐突に来る。はい、やりました。緑、緑は結構いいんじゃないか。緑だったのに関係なく素早く終わったわ。はい、548枚。いや、これダメだったってことっぽいね。あー、終わってしまったわ。ということで632枚、とりあえずこれでプラテンしましたね。はい、いや結構面白かったぞ AT。 はい、 OK、 199ゲーム持ちコインです。うん、まあ青じゃ無理だね。61枚、まあこっからだから、ここでどうにかしましょうっていう気したからね。うい、絶対熱いわ。いや、チャンスベアめちゃめちゃ熱いだろ、多分 2V1 くらいあったはず。やりました、だってなんかガンツが気づけばめちゃめちゃ赤い文字になってるし。やりました、17ゲーム。今回で行くのも厳しいだろうから、あともう一発引き戻す必要があるな。うん、98枚。ここよ、ここどうにかすればいいんだから。いやー、こいつは無理だね。いや、来たわ、これもう絶対大丈夫だわ、チャンスアップしないもん、いつも。はい、オッケー。いや、粘りに粘ったね、62ゲーム引き戻してやりましたわ。さあ、緑まで行ったぞ、お願いします。
なんかレインボーっぽくない？気のせいじゃないよね。オッケー、緑まで行けばなんとかなるな。さあぬらりひょん決戦いきます。この一発で決まると思っていくわ。優しくね。いいレバーオンだったと思うよ今。加藤頑張れ。鈴木、まあ、さっきもこんなんだったわ。なんかずっと一番上だわ。これ良くないよね。さっきと同じ感じだけど。てか劣勢だもん下の陣地が。いやそうだよな、劣勢だもんね。さっきは復活した。うわー、なるほどね。こうなるときついね。いやでもここで引き戻した関係ないから。おーっと、チャンスアップ、弱めなチャンスアップ。いやいや強めになったよこれで。2回も来れば強いよ。いや、やってやったわ。ジャクチェさんがついに仕事してくれました。さあ討伐完了、10ゲーム。おーっとこれ強チェリーじゃない。さあ確定したわ。よっしゃ行くぞ。95枚。いや、いつもここ鈴木さんなんだよね。うん、ここは鈴木さんの担当っぽいわ。でいつもやられてる、かわいそう。でこっからなんだよな。2人がかりとかそういうこともあるわけね。これはちゃめちゃに熱いでしょ。おいおいおい、どういうことなんだこれ。おい、クリティカル。クリティカルってことはもう勝つんじゃないか。この子はいつも攻撃する。この子は強い。正気って出てる。やりました。ここは一生は多いな。正気オッケー。本日2度目の AT 確定。いいね、持ちコインです。100点。はいドン。さあ行きます、エクストラ。いけ、早すぎる。そっか、外れもダメなのか。これ要は転落率が200分の1とかだとここで復活するってことだよね多分。おい、ナイスレイク。ほいほい。スイカだけど信じなきゃ何事もなすことはできないから信じるよ俺は。もうカウントダウン始まってるもんね。1やりました。こういうのはだいたい1まで行くと大丈夫だから。大丈夫じゃない。またレア役引いたわ。チャンス目、チャンス目も熱いでしょう。いやいやいや、もう過剰に引いてるよ。ストックにしてほしい。はい、マジ、うわ、終わった、全然納得できねえ。マジで納得できない。410枚。ちょっと雰囲気でパチスロしちゃってたけど、あのガンツゲームのところ調べるわ。かなり納得いかなかったわ今。いやダメだ、数字出てないわ。数字が出てないからじゃあ俺は納得しないわ。今のおかしいよ。もう納得させるには数字を出してほしいわ。このサイトには載ってない。エクストラ1回だけ369枚。いや、やっぱりこんくらいの枚数で終わんだよね。570枚、641枚。まあ大体こんくらいよな。ギリギリ1000枚いけなかったね。でも今日一番伸びてくれました、967枚。よし、やめます。まあ一番のプラスではないけど、まあプラスなんでやめにしたいと思います。はい、ということで流してきました。投資が10000円、460枚、そして回収がこちら1263枚なのでプラス803枚です。ジャキーン。はい、手堅い勝利でしたね。ということで勝利の店内状況いきたいと思います。はい、ということで店内状況、まず私の台がこんな感じのグラフでございます。これ3800ってなってるけど俺もっと回してるよ。まあ、プラマイ500枚くらいをずっと行き来してって感じですね。まあ、ガメラがちょいちょい出てますね。こちら1箱半で、こちらが2箱と。はい、そしてこちらがアネモネ、こんな感じのグラフでございます。こちらがエンジェルビーツ、もう開いちゃってるんですけど、こんな感じのグラフ。はい、そしてこちら楽園追放が1箱ちょっと出ております。はい、こんな感じのグラフですね。いい感じのグラフなんじゃないでしょうか。はい、そしてマジハロ5がこちら開いちゃってますね。この台はこんな感じのグラフ、そしてお隣がこんな感じのグラフでプラス2000枚くらいですね。はい、3700枚出てます。はい、こちらがツインエンジェルパーティー、こんな感じで1900枚ほどで、こちらが2200枚ですね。はい、こちらのモンキーターンがシゴロとのことです。厳しいグラフですけれども、こちらがシゴロ角と。はい、そしてこちらがサラバン2、今日5000枚出てますねこの台。本当にサラバンじゃん。はい、こちらサラバン2。はい、でこちらバイオハザード、こちら前任者の方が言ってたんですけど5はありそうとのことでした、といった感じですかね。以上店内状況でした。
お疲れ様です。ということで実戦終了。800枚くらい買ったんですかね。5号機を1月中に上げるという都合とか云々があって上がるのが遅くなってしまった動画なんですけれども、まあおそらくクソ買いだったでしょう。まああの機種ね、そのもうグラフを見てもらったら分かると思うんですけど、起こることが全て同じなんですよ。タイムリープしてないみたいな、これさっきもやったけどねみたいなこと思いながら打ってたんですけど、やっぱりねそういう動画の素材になってたらしくね、多分結構カットされてたと思うんですけど、あのほぼ全て同じリアクションだったらしい。まあパチスロ YouTuber としてね、戒めでもないですけど、成長しなくてはなと反省をしつつね、じゃあ残りの尺どうしようかって考えたんですけれども、いろいろ考えた結果決まりました。新コーナー、ゆとりの一攫千金チャンス。わはい、ということでね、プラったやつそのままそっくりぶち込みます。1万5000円突っ込みます。ゆとりの一発逆転チャンスっていう企画があったんですよ、前に。でその時に僕もう地方競馬の平場やらないって決めたんですけど、このゆとりの一攫千金チャンス、地方 G1 です今日。平場じゃないと。第71回川崎記念、俺これ自信あるんよ。しかもなんならこの動画関係なく買ってたまである。でね、4時10分発送なんでもう買います。はい、ということで買いました。1万5000円、1万5000円分3連単のみで買いました。チューバビザードっていうもうめちゃめちゃ強い馬がいて、もこいつが間違いなく頭なんですよ。もうだまあ正直このチューバビザード単勝に1万5000円でもよかったんですけど、最終的に 1.2 倍か 1.1 倍になると思うんで、そこはいいかなと。てかまあ別に頭は決まってるんで、あと2着3着を当てるゲームになってるんで、って考えた時に私が予想したのは6番のベルテックスと7番のタービランス、2番人気と6番人気ですね。いいと思うよどっちも。なので中和ウィザード頭のベルテックスタービランス3連単、これに5000円ずつで来ないと思ってるんですけど、怖いなと思ってるのがカジノポンテン。1、2着はないけど、まあ3着ありえそうだなと思ったんで、中和ウィザード1着カジノポンテン3着固定で、2着にベルテックスタービランスという3連単フォーメーションも買わせていただきました。そちらも2点で、そちら2500円ずつで合計1万5000円と。なのでね、367か376できた場合はワンチャン12万勝つね最低でも9万になるね、ここが来れば。でカジノフォンテンが来た場合3着に、多分ちょっとねオッズは下がると思うんですけど、カジノフォンテンが今んとこ3番人気なんで、まあ2番人気になると思うけどな。あでもそれでも14倍と40倍なんで、どれかしらが当たればとにかく勝ちですね。一番低くても2、3万勝つんじゃないかな。まあ正直1万5000円もかけるつもりなかったんですけど、まあでもねこの一攫千金チャンスに変わったんで、このレース自体がまさか勝ったのにこんなに尺が短くなることがあるとはね。6号機の時に動画をどう撮るかっていうのもね、今後の課題になってくるのかなと。でもね俺見つけたんよ、6号機でめちゃめちゃ面白い機種。だって俺昨日撮影だったんだけど、別に高設定も確定してないし、企画も俺打ちだったけど7600回転くれました。回した理由がね、面白かったから。めちゃめちゃ面白い6号機が存在する。多分ねこの次の動画とかで初打ちすることになってると思います。はい、ということでね、ゆとりの一攫千金チャンス本番始まるわ。こんな大勝負になると思ってなかったぞ川崎記念。去年の覇者カジノフォンテンが来ても3着という理由はですね、去年の覇者だから一応3着も込みでって考えたけど、3着すらないとは本当はちょっと思ってる。でも不安だから買っちゃった。でその理由がね、去年と違ってそんななんかね楽に逃げられるようなメンツじゃないと思うんですよね。素人意見ですけど、サルサディオーネヒロイックテイルの存在がカジノフォンテンを苦しめるんじゃないかなと思ってるわけですわ。始まるで。わかりやすく言うと、赤い帽子3番が1着で入って、黄色い帽子が連続で入ったら激アツって感じ。はいはい、まあ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 こうなるでしょう。あ、中和ウィザードについてけ。あー、ちょっと待って、落馬してる。大丈夫か。いやマジかこれ。いやー、いやまあ中、いやいやまあ中和ウィザードだと思った。いや外れたけど、え、ちょっと待って、何が来た今。1番ね、この1番の馬がノーマークであれでしたけれども、ちょっとね人生で初めてですわ、買った馬が落馬っていうの。え、これってもちろん帰ってこないよねお金。大丈夫かな。俺でも相当いい予想だったと思うよ。1番がちょっと分かんなかったけど、いやいい予想はしてたと思うんだけど、1番に至ってはもうなんか全然ちゃんと調べてねえぞ俺。ということでね、一攫千金チャンスも失敗と、人馬ともに無事なことを祈ります。ということでね、最後の最後でとんでもない事故を見届けてしまった、セブンズ TV 最新スケジュールはこちら。
ステッカーもお配りしております。ぜひもらいに来てください。ということで今回クソ回だったな、でも神回期待してるぜっていうね、すごく器の広い方はぜひチャンネル登録をして、いずれ来るであろう6号機の神回をお楽しみに。そして中和ウィザードおめでとう、やっぱり役者が違ったなって思ったそこのあなたはぜひね高評価の方もよろしくお願いいたします。ということでまたセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。また負けちゃったよ。なんかもう初っ端で試合を決することが多くないですか？いや別に初っ端じゃない、まあ、あれはもう最終コーナー曲がってからだった。で、やっばしたんですか？俺がかけた馬が本当は2000円しかかけないつもりのレースだったら1万5000円かけてるからさ、めちゃめちゃイヤジとかも飛ばしたくなるけど落馬だからさ、安否の方が心配だから。でも心配だしもう当たんねえやっていうことも確定したから変な感じになっちゃったよこれと思ってリアクション取れなかったもんねいやいやと思って